皆さんこんこにちは生涯現役塾の君平良さん、えー、二十八二十居生活の、えー、おすすめと、えー、実現法についてお話をいたします、えー、でまずですね、えー、具体的な例として私がどのように、えー、二重居生活に入ったかをですね、えー、ご経かをご説明いたします、えー、私はですね二千六年に えー、35年間、えー、住み慣れましたロサンゼルスからハワイに移住しました、えー、ロスも非常にいいところなんですけど何しろ広いんですね端と端では150キロぐらいありまして、えー、とても車なしではですね、えー、生きていくことができませんそれで考えましたのはですね車が運転できるうちはロサンゼルスもいいんですけれども、えー、車が運転できる なくなる老後にその老後ではですね、えー、ロスは必ずしもいいとこではないということに気がつきました、えー、そこでですね、えー、老後に備えて、えー、ハワイに移住いたしました、えー、ロスも非常にいいところなんですけど何しろ広いんですね端と端では150キロぐらいありまして、えー、とても車なしではですね、えー、生きていくことができません それで考えましたのは、ですね車が運転できるうちはロサンゼルスもいいんですけれども、えー、車が運転できなくなる老後,にその老後では、ですね、えー、ロスは必ずしもいいとこではないということに気がつきました。えー、そこでですね、えー、老後に備えて、えー、ハワイに移住いたしましたで。ロサンゼルスの問題点はですね日本との時差が8時間とか9時間。 したがってですね、えー、日本へのフライトがですね10時間11時間かかってですね結構年とともにしんどくなってまいりました、えー、この時からですね、えー、ホノルルと東京の二重居生活を始めました、えー、その当時の私はですね え78歳になっておりましたので、えー、そろそろリタイアも視野に入れてですね今後について迷っていました。えー、老後をどこで過ごすか選択肢は日本かか米国かですで日本食四季のある美しい景色など、えー、日本も非常に良い,良いところなんですけどなる、えー、しろ社会人になってからのですね 半分以上をロサンゼルスで過ごしてきた私には、えー、ちょっと、えー、日本に定住するのはですね、えー、無理であろうという結論になりました。えー、また、ですね長年続けてきてました、えー、日米間ビジネスのコンタルタントもですね、えー、ペースを落としてでもいいからですね、えー、まだまだ続けたいとそのためにはですね、えー、日本と。 アメリカの真ん中辺りにある、えー、ハワイにですね、えー、居住することもいいのではないかというふうに結論が出ました。えー、っと結局、日本かアメリカか、えー、ハワイか、えー、なかなか決められませんので、えー、そこで思いついたのがです、ねえー、ホノルルと東京の二住居生活、えー、あるいは二地,二地域生活でございます。 でこうすることによってですね、えー、米国と日本の、えー、良いところ通りができる特殊の島ホノルルではですね、えー、その恵まれた自然と米国の良さを持ち日本との時差はですね5時間ですので、えー、日本へのフライトも、えー、7時間前後で、えー、まあまあなんとか耐えられる時間でございます。でこの日本ととと、えー、東京とホノル,ルルをですね、えー、3ヶ月ごとに 移動するというですね生活を始めましたで具体的にはですねロサンゼルスの自宅を処分してホノルルと東京にワンベッドルームの小さなコンドを買いましたでこの東京とハワイでコンドミニアムを買い替えたのですがその選定の基準はですね公共機関の便具体的にはですね 電車の駅あるいはバスの停留所これが近いことでございます東京の今度ではですね地下鉄の駅まで5分それからハワイの今度ではですねバス停の真ん前でございますそれから2番目はですね運動を重視しておりますので今度選定の基準としましてはですね ジムとかウォーキングにです,、ね、適した場所ですでこれがあの皆さん必ずしもジムに通うんでなければですね近くに気持ちよくそのウォーキングができるあるいは走ることができるですねグラウンドとか場所があるということが重要だと思います。それから3番目はですね今は健康でもですねやがて時間の場合で病院,外が病院通いが始ります。 したがってですね、病院に近いことで,、まあ、できればですね、大きな病院があるところがですね、望ましいと思います。から最後にはですね、えー、何しろですね、車はできるだけ持たないようにしろというのがですね、えー、私の主張ですので、えー、スーパーにですね、歩いて行けるところが良いと思います。えー、と以上がですね、私の今度の選ぶ基準でございます。で 君平、えー、の場合にはですね、えー、日本とハワイとかって、えー、非常に恵まれた生活をしているけど我々はそうはできないというお叱りを受けるかもしれませんが、えー、答えは簡単ですまあ私のですね、えー、東京とホノルルというのはあ一つの極端な例でして、えー、日本の国内でもですね、えー、可能です、えー、東京と沖縄とかあるいは東京と奥多摩とかですね東京の信州 とということならばです、ねえー、可能です特にですね、えー、去年2020年から、えー、コロナの時代になりまして、えー、いわゆるリモートワークが増えてきましたので,です、ねえー、このリモートワークを行う先としてですね、えー、二重居生活の二重居目がですね大いに役立つと思います。 えー、それではですね二重教生活の良い点をですねおさらいいたします一、えー、番何といってもですね、えー、気分転換になりますしたがってですね仕事の生産性あるいは生活の質のですね向上に大いに役立ちます二番目健康に良いです運動ジムウォーキングなどがですね、えー、やりやすくなればですね、えー、健康の増進に役立ちます それから3番目はですね、えー、これは私自身、えー、今回のコロナ禍の、えー、騒ぎになる前からですね思っていたのですが、えー、日本は非常に災害が多いです、えー、いつ東京もですね、えー、首都直下型地,点地震でやられるかもしれませんこの時にですね、えー、東京の住まいが、えー、損傷を受ける半壊全壊になった時にですね えー、地方ああの私の場合にはハワイですけ,どですけれども、えー、逃げ出すことをですね考えております。えー、っとでそれがですね、えー、今回の、えー、コロナ禍でですねあの私は思いもつかなかったですねパンデミ,ミック対策にもですね役立つということになりました。えー、結果的ににはですね去年の2020年ののの2020 3月の末に えー、日本からホノルルに行く最後のフライトに乗ってホノルルに戻ったんですけれども、えー、以後、えー、日本のでもホノルルでもです、ねえー、コロナが非常に、えー、感染が増えましたので、えー、とても旅行とかです、ね、行くことはできませんで同じ自宅に閉じ込められるのでしたらばですね、えー、日本の方には申し訳ないんですけど このハワイのコンドミニアムに閉じ込められてたほうがです、ねえー、こんな館内に、先ほどお話し,しましたように、ジムがあったり、あるいはです、ね、テニスコートなどがありますので、えー、日本よりか楽しむことができます。また、このハノホノルルですとです、ねえー、歩いて行ける距離に海岸とかビーチとかいろいろなものがありますので、えー、ウォーキングにもです、ね、ウォーキングをする場所にもです、ねえー、ことがきません。 えー、あと、あのー、二重即興生活の良い点の、えー、一つはですね自分が使わないときにきれいに片付けておけばですね、えー、他人に貸すことができますそれで,他人,で他人に有料で貸すのがです、ねえー、抵抗があるならばですね、えー、いわゆるスワップ、えー、その方が地方の方かあるいは地方都市の方だったらばですね えお互いにじゃあ5泊ずつあるいは 1, あの1週間分ずつですね、えー、交換しましょうということでですね、えー、スワップをして使うことができます。でこうするとですね、えー、日本あるいはハワイでアメリカで旅行に行く費用も節約できることになります。で最後にですね えー、よく皆さんがですね、君らさんはよくその金があってですね、2つもうちが買えましたねとおっしゃるんですが、私の答えは簡単です。えー、皆さんの豪邸、多分 2LDK とか 3LDK の建物をですね、えー、2つに割りましてね、えー、1つをホノルルに持ってきたということでございます。具体的にはですね 東京の今度もハワイの今度もですねいわゆる 1LDK の、えー、失礼しましたワンベッドルームのですね、えー、非常に狭いものですただここであの強調したいのはですね住居の広さというのはいわゆる縦てではなくてどのように使うかという方でですね使い方で決まります具体的ににはですねいかに 床がですね広く見えるかというふうに使えばいいわけです。結局あのホテルでも他人のお宅でもですねお邪魔した時に、えー、入った瞬間に、えー、目の前に床がどのくらい見えるかでですね、えー、広い狭い感があります。で具体的に実現する方法はですね、えー、小さいいろんなタンスとか洋服ダンスとかをですねいろいろ置くのではなくて、えー、壁いっぱい床から天井までのですね 作、えー、作り付けのキャビネットを作ってですすね収納いたしますそれからテレビなどもですね、えー、昔からの伝統的なテレビの台があってということではなくて、えー、技術の進歩で、えー、壁掛けテレビも、えー、かなり安くなりましたので壁に取り付けてしまうということでですねかなりの,そのフロア面積がですね、えー、節約できます。で以上、えー、二重居生活あるいは二 地域生活のですね。お勧めと具体的な方法についてお話をいたしました。えー、ご静聴ありがとうございました。